Cスターは非常に画角がやはり狭いのでなかなか厳しいですね。ドワーフ3を使うとね、広角レンズもついているので、広角レンズを使ってね、だいたいどの位置にあるかっていうのを手動で合わせたりもできるので、そっちの方がいいかもしれませんね。昨日 Facebook 見ていたらドワーフラボの投稿があってね、今水星追跡機能を追加する予定ですと。こんにちは、すみやです。今日は通信社アトラス水星についてです。昨日ね、夕方6時前後に通信社アトラス水星がかなりね高い位置、高度15度ぐらい、拳1個半分ぐらい、拳を前に出して親指を立ててね、グッドボタンのマークを出すと15度ぐらいだと言われてます。この高さにね登ってきてました。向こうのねマンションのかなり上のところに、マンションの高さの、そうですね、3倍ぐらい上のところに出てましたね。一番活躍してくれたのはやはり FMA135 ですね。そしてドブソニアン望遠鏡で自動導入自動追尾ができるドブソニアン望遠鏡の上に乗せた FMA135 ファインダー台座に乗せたね、この口径30ミリの世界最小の望遠鏡がやはり一番ね活躍してくれました。はい、 UVIR カットフィルターをね使うと非常に明るい形で撮れるので、これで昨日も撮ってました。本当はねコメットバンドパスフィルターとか使うといいんですけれども、フィルターを取り替えるところまではできませんでしたけれども、カメラはね一昨日と同じウラヌス C を使いましたね。6時過ぎになるとねかなり暗くなる、13夜のねかなり月明かりがあったんですけれども、西の方の空にはね直接月の光はないので、シースターでも撮影ができました。はい、シースターでね通信社アトラス彗星撮れたの昨日が初めてですね。一昨日はかなり雲が出ていたということもあってですね無理でしたね。先一昨日3日前はねかなり高度が低いので、まだね薄明が続いている中だとシースターではね通信社アトラス彗星を捉えることはできませんでした。スマート望遠鏡はやはりね日が沈む方角の西の空で彗星を見つけるのは意外と苦手ですね。明け方のね暗い空からだんだん薄明で明るくなっていく時間帯の彗星撮影ではね、スマート望遠鏡は意外とね見つけるのは得意なんですけれども、明るい空からねだんだん暗くなってくるのを捕まえるのはねかなり難しいですね。それに対してシンスキャンの方はね特に明るさ関係なく自動導入してくれるので、そっちの方がなんか便利かなっていう感じはしますね。そういうね薄明でも撮れるような機能がねシースターに入ってくれればねいいんですけれども、今のところないので、暗い空で星の位置を自動で判断をして目標天体に向かうっていうねスマート望遠鏡のシステム、それにオプションでね多少ずれててもいいから入れてくれるようなね機能があるといいんですけどもね、残念ながらそういう機能は今のところありません。それからシースターは非常に画角がやはり狭いのでなかなか厳しいですね。ドワーフ3を使うとね広角レンズもついているので、広角レンズを使ってねだいたいどの位置にあるかっていうのを手動で合わせたりもできるので、そっちの方がいいかもしれませんね。昨日 Facebook 見ていたらドワーフラボの投稿があってね、今水星追跡機能を追加する予定ですと、月末には間に合いますというふうなね投稿がありました。ドワーフ3でも水星追跡機能が使えるようになるようです。天気があまり良さそうじゃないので、今夜からの通信社アトラス水星ライブは 2,3 日お休みになるかもしれません。でその後ねまた通信社アトラス水星ライブを再開したいと思いますので、天気が回復するとまた皆さんで水星を楽しみたいと思いますので、乞うご期待です。ぜひお越しください。お待ちしております。その頃にはねドワーフ3の水星追跡機能が導入されているかもしれませんので試してみたいと思います。あ、それからね
ドワーフラボが新しい三脚を作ったようですね。私のところに届きましたのでちょっと見せましょうか。これがね、ドワーフラボから届いた三脚です。ここにね、ドワーフラボってロゴが入ってますね。でね、このちっちゃいケースに入ってるんですが、さらにね、折りたたむと小さくなります。すごいですね、こんなちっちゃくなっちゃう。高さ20センチぐらいになっちゃいますね。あ、このリフトを上に出すと、どっちにしてもね、20センチないね、17、18センチぐらいの高さの三脚、ものすごくちっちゃい三脚です。それでこれはですね、実際にね、使ってみた感想は今後紹介したいと思いますので、乞うご期待です。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えい、えい、えい、えいと。